はい、どうも隊長です。ということで UFC3 のキャリアモードを続きやっていこうと思います。前回はこのアルティメットファイターという予選ラウンド予選2まで勝ったんだね。で今回は準々決勝からやって、まあ、目指すは優勝ということで、まあ、前回の動画見てくださった方分かると思うんですけど、 UFC へ行くための試合があってそれに負けてしまって、で UFC 出場できなくなって、ね、こうやって、まあ、予選からね UFC 出場を目指してるんですけども、まあ、残るは3戦ですよね。準々決勝準決勝決勝、これ勝てばどうなんでしょうね。僕よく分かんないんですけど、これで優勝しないと UFC 行けないのかな、ちょっと分かんないですけどね。なんか枠とかあるでしょ、 UFC に出場するための。決して一枠だけじゃないと思うんだよな。実際にリアルで UFC3 やんの3日ぶりぐらいなんで、ちょっとやばい。いきなり本番っていうのがちょっと怖いんだけど、この人強そうだね。でもリーチでは隊長渡辺の方があるんで、作戦ちょっと決めたんですけど、序盤結構前回からなんか頭狙ってたんで、ちょっとねボディもちょっと中心に、いきなりボディもちょっと中心に攻めてって相手のスタミナを削るって戦法でいこう。最初から頭いっても多分相手、うえ、そんなスタミナ減らんしな。オッケー、はい、ボディ狙っていくよ。あ、ちょっと距離感が俺まだ下手だな。オッケー、はい、ボディ行く。もう一回ボディ、はい、今回ボディ中心にアッパー、もう一回、攻めてきて、おお、はい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 、いくよ、ボディ攻めるよこの試合、おい、きた、やばい、たまには頭いったりね、ここ、うん、距離感、危ない、今の危ねえ。なんか当たったらやばそうだった、あれ。ちょっと詰めようか。おお、おいおいおい、うわー、痛いの食らってる、こっちも。イエーイ、いけ、あー痛いの食らった。フッ、ジャブジャブジャブ、そう、俺前回からさ、ジャブのことシャドウつってんだよね。はい、ここ、いいよ、ちょっと1ラウンド目は相手のボディをちょっと集中的に攻めて、まあ、ダメージを蓄積させる。2ラウンド目3ラウンド目は隊長渡辺のものにする。ここ、相手、ほら俺もエルボー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 ラッシュ。よしよし、いいぞ、ふい。なんか手数ではちょっと隊長渡辺の方がこのラウンド多いな。あーて、よし、近い時はエルボー使って、オッケー、いいんじゃない、オーバーハンドとか入れつつ、オッケーオッケーオッケー。よしよし、このラウンドは隊長渡辺が勝ちましたね。ちょっと頭が来てるかな、頭何発かちょっともらったけど、それ以外はそうでもないかもしれない。おお、クリンチ持ってっか、おいいよ、今のよけた、オッケー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 、おくそ。はい、たまにハイキックいこうかな、ここ、あ、距離が、よしよしよし、オッケー、いいね、効いてる聞いてる、相手ボディ絶対聞いてる。よっしゃい、
いいぞよっしゃここでもうおさせねえぞ。ふっふる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 くたばれこの野郎。おらおらおら、ちょっとスタミナがやばい。サイドコントロールでノース、んー、ちょっとね、寝技がまだ僕あまりはっきり、まだちょっと状態起こそう。状態、あれどうやんだ。一旦ちょっと休憩。状態起こしたいな。サイドコントロール、ここからノースサウス、立ち上がろう。オッケー。頭守んなきゃな。はっ、足にも行く、その上ボディ、はい、う、あー今の当たったらよかった。おらよし、ふっふっ、ここで勝つ、よっしゃ勝った勝った、KO です。今回はボディも同じぐらい攻められたからよかったね、バランスよかったね。ボディも攻めてたし、頭も隙あらば狙ってたんで、あと2勝。ノックダウン2回奪って、あーでもあれだけボディ打ってまだ4分の1ぐらいしか減らせてないかなでも隊長渡辺はこの試合特にダメージもらってないんで余裕でしたね。さあ準決勝、ジャクソン・トーマス、いやもうここまで勝ち上がったからな、絶対優勝はもらうわ。隊長渡辺すごいよね、リーチ191センチもある、18歳ルーキーですよさっきの試合と同じ作戦でいこうかな。お、こいつは、お、準決勝ともなると相手も痛え、ちょい、いきなりやべえの食らった。あ、ふっ、こいつ寝技持ってくる可能性あり、よし、ほい、ほい、ボディ行くよ、オーケー、ふっ、おら、おお、あとまま守るか、よーし、はい、エルボー、結構ボディ当たるぞ、おお、危ない、ふっ、ボディ、ふい、ふい、ふい、ここ頭、よし、もうかい、もうかい、よしこれいいんじゃない、あれこれ結構早く決まるかも、あー、ブレイク、ハイキックよっしゃ、なんかちょくちょく相手俺の足狙ってきてんな、寝技持ってこようとするのかどうかわかんないけど、ふい、いいんじゃない、いいんじゃない、こいつも頭結構きてるな、いいダメージもらったんじゃないの、もう顔真っ赤っかよ、おらはい俺さ、もう これまでの戦いずっと頭集中攻撃してるよな、でも頭が一番効くからいいんだけどね。お、こいつ寝技意外と強いかもしんないぞ、わかんないけど、あー、やばいやばいやばい、
まずまずブレイク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 、よしよしよし、おー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 、なんだなんだなんだ、おお、行かせるか、おらボディーボディー、あふっ、おおおおおお、ボディー焼いてるぞ、おると見せかけて頭、もう一回ボディふっ、あフルガードフルガード、よくわかんない寝技ちょっとトレーニングしたいな、あっと当たればもうあいつは死んでた、守るガードガードガード、おお今ハイキックかと思った、ボディだったか、はい、うれふうふい、手数増やそう、ふっ、増やしたら増やしたらカウンターもらっちゃうよーし、あーてかこれあれだよな、判定だもんな、よしよし、そうそうそう、確かこれ2ラウンド終わったらもう判定なんだ、あどうにかここでアピールしないと、あおっしゃあ、OK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  決勝、ちょっとヒヤヒヤしたところあったけど、いいぞスタンド強えなまあ多分頭ばっかり攻めてたら勝てなかったかもな、ボディとか足ちょこちょこ狙ってたんで、相手もいろんなとこ注意しなきゃいけなかったと思うんで、よーしあと一勝あと一勝この試合大抵対戦する相手全部ね頭のダメージすげえんだよな最後てかこの5戦予選2と準々決勝、準決勝はカナダだったんだね、ずっと初戦はイングランドかで、決勝に韓国と日韓対決、なんていうんだ、サックリーっていうのかな、いやーちょっと怖いな、負けたくねえな負けたくねえな、日韓対決、隊長渡辺対リー、おこれあれじゃんUFC のあのなんか舞台じゃないの、あちなみにこれ入場曲なんですけども、ちょっと著作権の関係でカットしておりますですがさすがにちょっと別の曲でも入れようかな、さっくりストリートファイト直近の7試合6試合で勝利、おお4試合連続で勝利、めっちゃ強えぞ、まあ、入場曲に関してはね毎回変えようかなとは思ってるんだけど、まあ、著作権フリーのやつちょっとなるべく探してるんですけども、さあ隊長渡辺敗北したのは1試合のみ、直近の5試合4試合で KO 勝利、キャリア5戦、この後ろのやつらセコンドに立つやつらって同じジムの人なのかなよし、ここまで来たんだ、ここまで這い上がってきたんだ、負けてらんねえ、 UFC ライト級決勝、よしよしよし、挨拶挨拶挨拶なしかい、 OK、 実在する選手なんかなこの人、ほいボディボディ走ったり、おっとオッケー、ほっほっほいほい、
はい。ジャブ。はい。フッ。フッ。フッ。はい、ボディ。エルボー。エルボー結構効く。あった。はい。いいタイミングで入った。ボディー。おら。空いてんぞ。お互いにタイミングあって。今のカウンターもらう可能性あったな。おお。おい。隊長渡辺らし。ラッシュ。で、ここ、おい。ここ。スタミナちょっと気をつけないと。ボディ狙って相手のスタミナを削る。よし。ボディ狙うとスタミナ削れますからね。それでだんだんと一撃が重くなる。おお。はい。おい、ボディの後にこれ。いやー、どうなんだ今んとこ。隊長渡辺がいい勝負できてるぞ。お、ダブルアンダー対タイキック持っていきたいな。タイキックに持っていきたい。うるうる。あ、ちょっとスタミナがない。よっしゃー、いい位置でボディ入ったぞ。1ラウンド目、隊長渡辺が優位に立っております。前のラウンドは取ったでしょうと。2ラウンド目、こっちずっと左手出してんのに合わせてくんね。ほら、痛い。あんま近すぎると良くない。うい。はい。いいんじゃない？ちょっと2ラウンド目スタミナ考えないと。はい、避けた。いいよ、相手のパンチ避けてるよ。うう、痛いの食らった。ほらっしゃ、もう一発。ふっ、勝って UFC パンチ。まあまだスタミナの数値低いですからね。どうしてもやっぱスタミナ切れちゃうもんな。もうここはもう接近戦で。変なのはエルボーちょっとずつ与えて。はい、たまにはアッパーとか入れて。はい、ボディとか狙いつつ。相手ちょっと近い距離苦手かもしんねえな。はいはい、どうした、入れてくよ。はいはい、どうしたおら、やられ放題だぞお前。ダブルアンダー。ああ、1ラウンド目終了。あ、2ラウンド目か。打撃で上回ってる分試合を有利に進めています。最終ラウンド、ちょっとスタミナ減っているんで、すげえの食らっちゃったら多分一発アウトの可能性もなくはないので。やばい。ここは集中していこう。
内容は勝ってるからね、内容は内容は勝ってる。あとは一発 KO とかやられちゃうとやばいんで、ああスタミナはまだ相手の方が上だからね。ふい、ここぞって時にパンチを出す。あ、外した。ふい、スタミナ考えて。よし、そう、3ラウンド目は相手にしつこくくっつく。よし、まさか最終ラウンドまで来るとはな。ふい、頭だけは守んなきゃな。もうそろそろ来るんじゃないの。オッケー、おら食らえか、スタミナが持たない。ふっ、あーやばい、これはやばい。隊長渡辺、ここ耐えろ、ここ耐えるんだ。あと2分。おお、やばい、フラフラしてる。やばい、3ラウンド目負けてる。これは逃げ切りたい。もうダメだ、相手の距離になってる、相手の距離になってる。壁に追い込め。あと1分。すげえ消極的な試合になってるけど、これ UFC かかってっからな、どうなんだか分かんないけど、はあ、いやでも来たからには絶対これ優勝したい。これも一つの戦い方、本来だったらガツガツいきたいんだけど。あ、そう来たか。ブレイク。あー、もうなんかもう手出すとやられんな。あー、どうなんだろう。3ラウンド目は確実に負けてた。打撃数では3ラウンド目相手の方が上だったな。よっしゃー。判定勝利、やったー、ユナニマスデシジョンで勝利。これあれか、会場の名前か。よっしゃー、逃げ切った最後、ありがとう。初めて知るけど、君たち勝った。ちょっと危なかったっすね、この試合は。うん、危なかった、強えわ。ノックダウンはお互い奪えなかったんですけど、やっぱスタンとかぐらつきの数ですかね、これは。いやー面白かったな、これで。I love fighters that have that enthusiasm and excitement and want to be in the UFC so badTUF で優勝しようが UFC じゃ通用しないな。あれ。さっき勝ったやつ。おお、ここまで来るのは大変だった、決勝がタフな相手でよかったよ。いやこれはちょっと俺もガツンと生きてえな。これから頑張れよ、いつか UFC に出れる日が来るかもしれないぜ。おお、 TUF の優勝者様のお越しだ。これはちょっとあれだな、真ん中のこれはちょっとなんか大人の返答っぽいよね。これぐらいでいこうか、ちょっと頑張れよ、といつか UFC 出れるぞと。新契約獲得、隊長渡辺ルーキー。おお、これで1試合勝つごとにより多く金もらえるようになったと。日韓対決制したっていうことで、まあこれでランクで、これで UFC 出場することができんだよね。で今のこのライト級チャンピオンがコナー・マクレガーなので、こいつをなんとか倒すことを目標にしていきたいと思います。で現在のライト級のライバルがさっき戦ったサックリー、多分また戦うことになると思うんですよね。現在のライバルがサックリーなんで、だからまた負けないようにね、トレーニング一生懸命頑張りたいなと思います。
Honey, I'm a perfect 10.